ブンブン。ハロー YouTube。どうも、サラです。発売からしばらく経過して、もう手元に届いた方も多いかと思いますが、Apple Silicon こと、M1 チップ搭載の新型 Mac。多くの方がレビューしている通り、当初心配されていたソフトが動かないのではという問題もほとんど問題なく、完全に M1 チップに最適化されてないソフトでも、ロゼッタ2を介することによって、 何の遅延もなく快適に使えているということでかなり完成度の高い製品となっているようですがその一方でいろいろと不具合も報告されていますので今回はその中でも特に深刻な不具合分鎮化についてご紹介したいと思います分鎮化というのは Mac に対してだけではなく iPhone や Windows 搭載のパソコンなど要はその端末が全く動かなくなってしまうことを分鎮化と言っているんですが M1 チップ搭載の Mac につきましても同じように分鎮化の現象が多数報告されています。その M1 チップ搭載の Mac が分鎮化する引き換えになる現象というのもほぼ共通しており、何らかのトラブルが原因で OS を再インストールしようとした場合、その場合にどうも分鎮化することが多いようです。対処方法としましては、もう一台 Mac を用意して、その Mac と分鎮化している Mac をつないで、 分鎮化した Mac を復元するという方法はあるようなんですがかなり手間がかかってしまいますので基本的には何か不具合があった場合も OS の再インストールではなく別の方法で対処した方がいいかと思いますもし再インストールしか対処方法がない場合はしばらくその問題が改善されるまで待っておくあるいは Apple Store に問い合わせてみるというのがいいかと思います少なくとも現時点では OS の再インストールはやらない方がいいというのが ベストな選択肢かと思います。ただし、それ以外につきましては、M1 チップ搭載の Mac、かなり快適に動作しているようですので、この問題があるかといって、買わない方がいいというわけではなく、十分買う価値はあるかと思います。なお、自分も先日、M1 チップ搭載の Mac のうち、MacBook Pro 13.1モデルのメモリ 16GB、ストレージ 2TB のフルスペックのモデルを注文しました。 残念ながら、ストレージを 2TB の最上位構成を選択してしまうと、到着予定日がかなり遅れてしまうということですので、もう発売日から数日過ぎていますが、まだ届かない状況です。ただ、本日 Apple からメールが届き、お届け予定日につきましても連絡が来ましたので、もう間もなく実機レビューの方をご紹介できるかと思います。自分の場合は、動画編集なども行いますので、ファンを搭載したモデルが必要ということもあり、MacBook Pro 13インチモデルを選択しましたが、 すでに上がっているレビューなどを見ましても MacBook Air でも十分な性能を発揮できているようですので特にキーボードのファンクションキーの位置にタッチバーという操作用の細長いディスプレイが付いているモデルは使いにくいと思っている方は MacBook Air の方が従来の物理式のファンクションボタンを搭載しており使いやすいかと思いますまたすでに何かいいディスプレイなどをお持ちの方は Mac mini というデスクトップ用のコンパクトな Mac も用意されていますので、そちらのモデルを選択するというのもいいかと思います。最後に過去モデルの最新の価格などについてご紹介しておきますと、まずは MacBook Air。ここで紹介するモデルはカスタマイズなしに購入できるモデルですが、MacBook Air の M1 チップ搭載モデル、256キロモデルにつきましては、115,280円。こちらは税込み価格となっています。 カスタマイズなしに購入できる上位モデル 512GB のモデルにつきましては142780円となっています。両方ともカスタマイズなしで購入できるモデルですので RAM 容量につきましては 8GB となっています。一つ注意点としましては 256GB モデルにつきましては M1 チップの内蔵コアが7コアとなっています。よりハイスペックなモデルが欲しいという方の場合は 512GB のモデルをお勧めします。 ただし、実際のところはそこまで体感できるほどの処理性能の差はないということですので、ネットで何か調べ物をしたり、ブログを書いたり、動画編集につきましても簡単な動画編集しかしないという方は、256キロモデルの性能でも十分問題ないかと思います。その他、自分も購入しました MacBook Pro 1 3チモデル、M1 プル搭載モデルにつきましては、こちらもカスタマイズなしで購入できるモデルにつきましては2つ用意されており、まず、256キロモデル、 こちらにつきましては148,280円となっています。一方の 512GB モデルにつきましては17280円。両方ともメモリは 8GB となっており、MacBook Pro の方は CPU のコア数には変更なく、256GB モデルも 512GB モデルも両方とも8コアの製品となっています。MacBook Air との違いとしましては、ファンを内蔵しているかしていないかということで、MacBook Pro の方は 空冷用のファンを内蔵していますので、長時間負荷の高い作業をした際、ファンの音が気になってしまうという問題はあるものの、熱を効率的に排気することができ、パフォーマンスをずっと高い状態で維持することができるというメリットがあります。既にレビューも上がっていますが、ほとんどファンの音が鳴らないという方のほか、やはりファンの音は鳴るという方、それぞれいます。どちらかというと、動画編集など問題処理をされる方は、やはりどうしてもファンは鳴ってしまうようで、 つまりそれはどういうことかというと、やはり M1 チップ搭載モデルとはいえ、負荷の高い作業をする場合は、それなりに M1 チップの熱を排気しなければいけないということですので、やはり処理速度を要求されるようなことをやる場合は、ファン搭載の MacBook Pro の方がおすすめということになります。逆に言うと、多少処理速度は落ちてもいいから、とにかく静かな場所で作業することが多いので、ファンの音は納得しくないという方の場合、 ファンレスの MacBook Air などがいいいかと思います。そして M1 チップ搭載の最後のラインナップとしましては MacMini こちらもカスタマイズなしで購入できるモデルにつきましては2つのラインナップがあります 256GB モデルが8万80円 512GB モデルは10万2080円と今回の M1 チップ搭載モデルの中では最も価格の安いモデルとなっています特に 256GB モデルにつきましては 約8万円でで購入できるなろうもしこの MacMini を使う用途が Amazon の FireTV のようにディスペイに接続して Netflix などで動画を見るのがメインの使い方という場合はこの 256kg モデルなどは科学的にもちょうどいい選択肢になるかと思いますただしこの価格の安さが魅力なのか MacMini の 256kg モデルは現在とても入手しにくい状況が続いていますこの動画を撮影している時点では 現在1から2ヶ月待ちということですので、このモデルだけは注文してもすぐには届かないようです。一方の同じ Mac mini でもストレージ容量が 512GB のモデルにつきましては、すぐに入手できる状況ですので、早く欲しいという方は 512GB モデルを選択した方がいいかと思います。なお、今回ご紹介したモデルはカスタマイズなしで購入できるモデルですが、各モデルカスタマイズしますと到着日はかなり遅くなってしまうものの、 よりスペックの高い構成を選択することが可能です。カスタマイズ項目につきましては、どのモデルも基本的に共通で、メモリを 8GB から 16GB に変更するか、ストレージを 256GB にするか、512GB にするか、あるいは 1TB、2TB のストレージも選択することが可能です。ですので、各モデル最大で選択できる構成としましては、メモリ 16GB、ストレージ 2TB、 これが最上位構成となります。自分が購入しました MacBook Pro 13インチの M1 チップ搭載モデルにつきましてもメモリ 16GB、ストレージ 2TB の最上位構成を選択しています。そのせい待ってかまだ手元に届きませんので早く入手したいと思っている方はカスタマイズするのではなく素直に最初から用意されている構成で購入するというのがいいかと思います。ということで今回は現在ネットの方で話題になっている M1 チップ搭載の Mac の深刻な不具合についてご紹介しましたとりあえずは OS の再インストールさえしなければこういった不具合は発生しないようですのでその点にだけ注意しておけば特に問題はないかと思います実際に M1 チップを入手して使われている方のレビューなどを見ますとかなり動作も安定しているようですのでそこまで心配することもなく購入しても全く問題ない製品かと思いますなお今回発売されました M1 チップ搭載の Mac すべてのラインナップの販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきますので各モデルの購入を検討されている方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。